SCP-2116。アイテム番号 SCP-2116。オブジェクトクラスユークリッド政府。特別収容プロトコル。SCP-2116 はいかなる場合においても SCP-2116、1から10メートル以上離れることがありません。現在 SCP-2116、1に指定されているのは20歳の女性です。SCP-2116、1は SCP-2116 を自ら進んで手放すことはありません。何らかの理由で SCP-2116、1でいることができなくなる場合には、12時間以内に代わりとなる被験者を見つける必要があります。SCP-2116、1として指定する被験者の年齢は重要ではなく、適切な被験者が見つかれば異常特性が収束することが実験によってわかっています。適切な被験者が見つかった場合は、男性職員の手によって SCP-2116 をその被験者へ引き渡してください。SCP-2116-1 の選択基準は下記のホイ1の通りです。ホイ1、総合的リスク対応インベントリ、RSTI、で定位中スコア。成熟度、S、クラスタで定スコア。認知、S、COG、クラスタで定スコア。感情、S、EMO、クラスタで定位中スコア。さらに、被験者は以下の条件を満たす必要があります。従順さで定位中スコア。責任、意欲、T、RAS、クラスタで定スコア。考察、寛容、T、CAT、クラスタで定スコア。説明、SCP-2116 は19世紀中頃に製造された子供の人形です。19世紀の衣服と一致するシンプルな赤い綿布のドレスと布靴を身につけています。頭部はありふれた素焼きの磁器でできており、成人女性を模して描かれています。表面の汚れや蓄積したホコリを除けば、SCP-2116 はごくありふれた人形と言えます。もし SCP-2116 が SCP-2116-1 から10メートルより遠くに5分以上離れた場合、SCP-2116 から半径1メートル圏内に目に見える形で異常特性が現れます。環境、装飾品、気温及び家具が、思春期前の少女の興味を引きつけるものへと変化し始めます。19世紀半ばに人気のあったレースのテーブルクロスがかけられたテーブルに、桃色のティーセット、甘く赤い液体が入ったティーポットや様々なお菓子が現れます。SCP-2116-1 が SCP-2116 から離れている間、改変された領域が1時間ごとに1メートルずつ拡大していきます。実験の結果、品物を改変された領域から取り除いても変化した特性を保持し、食品の場合は毒性がなく通常の食品と同様に腐敗することが分かっています。経歴、州パトロールに配属された財団職員が、人が死んでいるとの通報を受けた家を調査した際に、SCP-2116 を発見しました。財団職員が通報を受け、現場にたどり着いた時、削除済みの家はすっかりと変わり果てた状態でした。1960年代初期に建てられたランチハウスであった家全体が、急勾配の屋根、広い玄関、正面角には小さ東風の切り妻というビクトリア朝様式の2階建てに変化していました。また、内部のすべての家具が変更され、ソファや絵画その他すべてが19世紀中頃の家庭のものと一致していました。財団職員は、2階の寝室で80歳の女性である、削除済みの遺体を発見しました。冒険の結果、不審な点は見つかりませんでした。被害者は突然の重い心筋梗塞により死亡したようです。近隣住民は、その家には11歳の子供が住んでいたと証言しています。彼らは子供が一人で生活していることについて、不審に感じることはなかったと言います。SCP-2116 のミームによる影響かどうかについてはまだ調査中です。彼らが知る限りでは、被害者は SCP-2116 を決して手放すことはなかったとのことです。近隣住民らに B クラス記憶処理を施し、その家は最初から2階建てのビクトリア朝様式の建物であったように役所の記録を書き換えました。回収作業中、職員らは迅速に調査を進めている間もずっと環境が改変され続けていることに気づきました。職員の削除済みは、被害者が掴んだ SCP-2116 を回収した際に犠牲者となりました。
削除済み、と共に現場にいた職員らが彼女の悲鳴を聞いて2階の寝室へ駆けつけたところ、19世紀中頃のドレス姿の職員の削除済みが描かれた油絵肖像画と SCP-2116 画像に落ちているのを発見しました。男性職員は悪影響を受けることなく SCP-2116 を処理することができました。SCP-2116 の収容後、変化の速度が上昇していることを研究員が指摘しました。SCP-2116 の異常特性が起こる条件を調査するために D クラスの女性を用意しました。SCP-2116-1 として指定された D クラスは、精神鑑定の結果、心神喪失状態で無罪であると判断され、州立の精神病院に収容されていました。彼女は、年に逮捕されて以来、持続的な緊張性混迷強行症の症状が出ています。実験記録、10時32分 AM、SCP-2116 を SCP-2116-1 にて渡す。10時33分 AM、SCP-2116-1 が SCP-2116 を見下ろす。10時34分 AM、SCP-2116-1 が SCP-2116 の髪を撫で始める。10時39分15秒 AM、SCP-2116-1 が悲鳴を上げる。10時39分20秒 AM、SCP-2116-1 が SCP-2116 を抱きしめる。10時40分2秒 AM、縮小していく SCP-2116-1 をハイスピードカメラが撮影。10時40分30秒 AM、SCP-2116-1 は SCP-2116 と同じ衣服を着て同サイズまで縮小した人形へと変化。実験の結果、SCP-2116-1 型の人形は異常特性を持たないことが判明。SCP-2116 の周囲を変化させる速度は、この実験の後、1.5 メートル毎時まで著しく増加しています。財団の研究員たちは2人目の適当な D クラスの女性被験者を用意しました。次に SCP-2116-1 として指定された被験者は、売春婦をしている時に残忍な手口で男性を刺し殺した罪で有罪判決となった19歳の女性です。被験者は、研究員の、から SCP-2116 を手渡されました。実験記録に、11時36分 AM、SCP-2116 を SCP-2116-1 に手渡す。11時37分 AM、SCP-2116-1 が SCP-2116 を見下ろす。11時37分26秒 AM、この、は何?と SCP-2116-1 が叫ぶ。11時37分30秒 AM、SCP-2116-1 の手にはしっかりと SCP-2116 が握られている。11時37分35秒 AM、SCP-2116-1 が悲鳴を上げる。11時37分36秒 AM、SCP-2116-1 が縮小し始める。11時37分37秒 AM、SCP-2116-1 の手や腕が髪型に湾曲し融合していくと同時に、両足が胴体内に引きずり込まれる様子をハイスピードカメラが撮影。11時37分38秒 AM、SCP-2116-1 が上質な陶磁器のティーポットへと変化。この実験後、変化速度に変化は見られません。このことから、変化速度には上限があると考えられます。3人目の D クラスが実験のために用意されました。今回 SCP-2116-1 に指定された被験者は、両親と地元の聖職者による悪魔払いの試みの後、教会を焼き払ったために投獄された20歳の女性です。実験記録3、2時20分 PM、SCP-2116 を SCP-2116-1 に手渡す。2時20分 PM、SCP-2116-1 は SCP-2116 を床に投げ捨てる。2時21分 PM、再度、SCP-2116 を SCP-2116-1 に手渡す。2時21分 PM、SCP-2116-1 が SCP-2116 を見下ろす。2時22分12秒 PM、SCP-2116-1
2116、1が SCP、2116に笑いかける。2時22分20秒 PM、SCP、2116、1が SCP、2116にうなずく。2時23分15秒 PM、SCP、2116、1が SCP、2116を抱きしめる。2時23分20秒 PM、SCP、2116、1が縮小し始める。224 PM、SCP、2116、1が11歳の少女の姿に変化。現在の年齢から11歳の少女の年齢へと極めて急速に若返る様子をハイスピードカメラが撮影。2時24分20秒 PM、SCP、2116の周囲の異常な変化が停止。調査が完了した第一発見現場からは、死亡した被害者、SCP、2116、0とする、が小さな子供のように SCP、2116を抱きしめている写真が収められたアルバムが発見されました。この写真は1943年に撮影されたものです。近隣住民らへの聞き取りの結果、写真の子供はその家に住んでいた子供と同一人物であることが判明しました。アルバムに収められた古い写真から、死亡した高齢女性と同じ人形を抱きしめている SCP-2116-0 には何らかの関係があると推測されます。SCP-2116 がどの段階でその異常特性を持つことになったのかはまだ解明されていません。アルバム内の SCP-2116-0 が写る写真すべてに SCP-2116 の姿があります。SCP-2116-1 が SCP-2116 を所有してから、現在で65日目です。この間まだ一度も異常特性は発生していないことが確認されています。